ございます。坂出市正頼りです。今回の坂出正頼りは有福哲司市長にスタジオにお越しいただき、坂出市の取り組みについてお話を伺います。有福市長よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ま,すまずはテレビをご覧の皆様に一言ご挨拶お願いします。はい、おはようございます、えー、コロナも行動制限が解除されたことで、人の往来も戻ってくると思っておりますが、まだまだ感染者。 増減を繰り返しながらいるわけでありますので、えー、どうぞお気をつけいただければと思っています、まあ、これまでのご協力に市民の皆さんに心から感謝申し上げます、はい、早速ですが堺出市は堺出再生に向けた新たなまちづくりに取り組んでおられますよねまずは堺出市の現状と課題教えてください、はい、今年はですね堺出市はの瀬戸橋開通35周年を迎えましたはい えー、その1015周年を記念してですね、えー、香川県と共催で8月の11日に、えー、花火大会をやることになっています、うん 1>, えー、1万5 0 0 0発<ー>中四国ではもう最大規模だと思います、えー、かなり、えー、大規模にやるので、えー、市民の皆さんそして、えー、市外からもですね 楽しみにしていただけたらと思っております実は栄出市はですね瀬戸橋開通してから一度も人口が増,増えたことないんです、うん、で開通前に6万7700人という,う人口を持ってましたけれど、はい、その後ずっと減り続けて現在5万人ということになりますで私も市長になる前に県議時代にですね とにかく人口減少を止めなきゃならんということで坂出の万能ス地区に企業誘致を頑張ってやってきましたこれも県誘致でありますけどで今バン寺を全て売り切れましたけれど結果としてですね坂出の町企業さんいっぱい来ていただいて雇用は生みましたけれど実は人口は減り続けているとまあすなわちですね坂出には働きに来る町であって。 住みたい町にはなってないと、うん、これがやっぱり私が一番今から境出の町に課課せられた課題だと思ってます、はい、でそのためにはやっぱり、えー、働きに来る若い人たち境出で住みたいなとそんな魅力のある町づくりをやっていくことを今境出はもう求められているのかなとでこれはもう待ったなしだと思っておりますので、はい、今その町づくりに向けて頑張っているところであります。うん そして三月には、まちづくりの方向性を示す構想も示されました、ね。はい。あの一年目は組織を立ち上げました。で二年目はですね、この構想をまちづくりのアドバイザーの皆さんと一緒に。えー、作り上げることになりました。あその構想はですね、まず三つのコンセプトを上げております。はい。一つは市民との共生、競争。もう一つは市民の居場所づくり。三番目はですね、歩いて楽しいまち。 まあいずれにしましても住みたい街として選べられるためにはですね市民がやっぱり街で楽しみたい街、えー、に顔を出したい、えー、そこで、えー、子どもを連れて遊びに行きたいとこんなふうな街づくりを心がけていかなきゃならないなと思ってます。 はいこの歩いて楽しい街づくりの実現に向けてはその6つのエリアがあるということですけれども具体的に場所としてはどこになりますかあのー、市民の皆さんがですね境田の街によく言われるのはですねまず食べ,に食べ物飲食店がないさらに遊びに行きたいところもないとそして えー、子供を連れて行く場所がないとこういうことをよく言われていますが、はい、境出のその基本構想を立ち上げましたけどその基本構想はですね六つのエリアを中心に考えていこうということを掲げています一、はい、つはですね、えー、境出駅前に広がるこの駅前エリアこの駅前エリアですね、はい、でもう一つは境出北インターチェンジが古化になるということでこれは令和6年度に今までは 堺方面からだと本州にしか行けませんでしたけれどこの古河によって今度四国にも行けるようになったこれが令和6年度に供用開始するに伴ってこの堺出の北インターの前東西に広がるこの観賞緑地といわれる緑地をですね堺出のちづくりに生かしていこうということで堺出観賞緑地エリアそして近接する港町堺出の発祥でありますこの西運河。 はい、もう少し坂出市民に港町というのを思い起こしてほしいということで水辺エリアのあるこの西運河入船エリアといいうのも選ばせてたただきましたさらには坂出市立病院現在こちらに移転しておりますけど旧坂出市立病院の跡地、まあ、10年以上ほったらかしになってますけどこの貴重なあ中心市街地に近い貴重なこのエリアも、えー、掲げてます。で えー、中心市街地の境出商店街エリア、はい、そして最後に坂出人工土地エリアこれはですね全国の建築家にはものすごくですね、えー、憧れの建物であります。うん、う境出にととれましても街のど真ん中にあるということで 実はあその坂出市民ホールは去年ですね大きなお金を入れてですね市民ホール内装から釣り天井からすべてやり替えさせていただきましたけど実はこの人工土地エリアですね区体をいらっていくのはまだこれから先になりますけれどまず市民ホールの前の市民ホールの前にある広がるこの広場 ここれをですね新たに、えー、作り変えていこうと、うん、もう少し市民がここ歩きながらですねこの市民ホールの前の広場で、えー、一息休めたりそして、えー、子どもを遊ばしたり公園の要素も持っているような広場に作り上げていこうということをこれは今年度栄田の夏祭りがありますけれど夏祭り以降に工事にかかっていこうという計画をしております。楽しみですね、はいはい はいこの六つのエリアのうち栄出干渉緑地においては再整備の計画が進められているんですかはいあのー、もちろん駅前の復興施設も今やってますけれど、はいえー、先般ですね、えー、この栄出干,干渉緑地エリアにつきまして、えー、パブリックコメントを取らせていただきましたはい、えー、まあ、一応栄出、えー、干渉緑地再整備基本計画案ということになっておりますけれど 近々、それをですね、計画として発表することになっております。はい。まあ、このようなまちづくりを進めるにあたって、堺出市では公民連携という手法を取られてるんですか。はいはい、はい。あのー、少しこの観賞緑地エリアについても、もう少し触れさせていただきますけれど。はい。まあ、これは二キロぐらいあるんですけれど。はい。この、それぞれのですね、観賞緑地のエリアをですね、区切って、えー。今から計画を立てていきます。その計画の中には入っ。 入ることになります例えばですねこの体育館に、えー、前に広がるこの東大和眞弥ここにはですねカフェとかヨガをしたりするような市民が活動する拠点とかさらには芝生大きな芝生広場とかですね、えー、レストランとか。 あそういうショップみたいなのも入れていくような緑地になっていこうと思ってます、うん、でこちらはですね美術芸術ゾーンとして整備していこうと思ってます、えー、できるだけですねこの鑑賞緑地、えー、緑地としての機能を失わないように、えー、壊しすぎない作りすぎないような形でですね特にこの西方浜緑地エリアは考えていこうと思ってます、はい、で公民連携でありますけれど、えー、ここに今お話をしたいようにショップとかカフェとか、はい、あー 様々な施設を入れていきますけどこれにつきましてもですね民間事業者さんにお願いをしてやってもらうというような計画をしております、はい、そして境出がやっていこうという公民連携事業というのはですね非常に全国でも珍しいやり方ですはいというのは例えばですね小さい町で例えば駅前に複合施設を作りたいと言ってもですね民間から事業提案が出てくるかどうか分かりませんはい でもこの今度の境出の公民連携事業というのはですね、まあ、駅前だけでは無理だったらこの旧私立病院の跡地はどうですかとあこことここを抱き合わせてやるんだったら我々も提案できますと民間事業者さんはですねやっぱり民間ですからある程度稼ぐ計画はできなくてはならんと思っています。そそういいっっったここととででななろををを、ね、エリアを引っ付けながら事業計画を立てていってその中で 民間特有のです、ね、知識そして、えー、民間が考えるまちづくりそして、えー、提案をそういうところに入れていって、えー、実はあ我々はまちづくりを進めていこうということを考えています。はい ここれが仮ということですかあの今ですね、えー、いろんな事業者さんから提案をいただいておるこれはまあ仮公募という形であります、はい、そして我々が作らなきゃいけないもの例えば駅前の複合施設だったら図書館は作ります、はいえー、子育て施設も作りますさらに中央公民館機能を持ってきますただ民間さんが「あこれも必要ですね」と「これがあればああ儲かります」と。 我々としても事業としてやりやすいとまあ、そういう仮工房の中でいろんな提案が出てきます。その提案を取りまとめて、さらに我々は要求水準というのを作り上げていきます。民間に対してこの要求水準でもって本公募に取り組んでいこうということになります。で、民間さんは新たに改めてですね。本公募に応募してくるという形になります。はい、もうこの事業の今後の展開っていうのはどうでしょうか？ あのー、今年はですね坂出市としても、えー、独善的にこちらでこういうのやりたいああやりたいと言っても公民連携というのは成り立てません民間さんが事業として成り立つようなもの坂出市と一緒にやりたいものを実は提案の中でですね新たなパートナー民間事業者さんをそこでこの令和5年度にはあ一緒にパートナーを見つけます。 そして令和6年度はそそそのののパーートナーと一緒に事業計画そのものを作りますそして令和6年度栄出市が優先して取り組んでいく坂出の駅前の復興施設と栄出市、えー、鑑賞緑地、えー、この部分につきましては優先的に令和7年度から工事に書か,かれるような事業計画を今立てているところであります。 はいまあ、公民連携という話もありましたけれども、まあ、整備完了後っていうのも市民との関わり方っていうのはどうなりますか、あのー、整備完了後ではですね例えば緩賞緑地というのは整備をしたのですね、市民とともにやっぱりこのエリアの運営をやっていかなきゃいけないと思ってます。例えば市民参加でですね緑地を整備していったり例えば花壇をやっていったりですね市民活動の拠点としてやっぱり緑地も、えー、我々が目指していくものであります。 まあそういった市民の活動もですねこれからは計画の中に入れながら共にです、ね、このまだまだやっぱり市民の皆さんからこれまでもですねワークショップしながら提案をいっぱい受けてますので今後もですねそういう意見を尊重しながらまちづくりに生かしてていいと思っています、はい、その民間企業だけじゃなく市民の声も取り入れてというような形ですかね。ねはい、はい では最後に市民の皆様に一言お願いいたします。はい、あのいよいよ境出の駅周辺再再整備基本構想の中にあるような事業が進んでいくことになります。特にですね、えー、今年はですね、パートナーである民間事業者さんを選定する大事な時期であります。そして令和6年度は基本計画を立てて、令和7年度から工事に書か,かれると。 いう形をやって、えー、我々目指しておりますので、どうぞ市民の皆さんもですね。楽しみにしていただきたいと思っております。ま坂、あ、出の街がですね。変わっていく様子を市民の皆さんに楽しんでもらえればありがたいなと思っております。いやでもこういったね。もう6つのエリアで色々変わっていく姿が本当に想像できるというか、あのー、皆さんの中でイメージしてもらえれば非常に楽しくなると思います。 でもう一つはですねちゃんとこういう計画通りやっていくとですねこれ以外にも民間が独自で投資をしてくれるということでこれは一つの環境づくりにもなってきますので面白い町づくりが展開できるんじゃない,とないかなと思ってます。 いや本当になんか若い方も本当に愛されるような街になっていくのではないのかなと思いますそうですねあの境でその世代が非常に少ないんで、うん、やっぱりターゲットに置くのはですねやっぱり若い世代、うん、特に女性ですかねはい、はい、頑張っていきたいと思います <laughs> はい本当に魅力あふれる街づくり、はい、期待しています、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました、はい、よろしくお願いいたします